これからネット IQ アップマネージャーで既存システムを変更することなくユーザー視点のサービスレベル監視を実現する手順をご覧いただきます。まずはネット IQ ウェブレコーダーを利用して今回の対象となるウェブサイトでの動作を記録します。デスクトップにあるネット IQ ウェブレコーダーを起動します。ネット IQ ウェブレコーダーの専用ブラウザを起動しウェブサイトを開きます。 今回は、ショッピングサイトの動作を監視するシナリオを作成しますカートシステムが正常に稼働しているかを監視するシナリオを想定しているため、購入に至るまでの製品選択、数量変更を実施しますここでは、数量を変更したことによる金額の変更が正常に反映されるかを確認します その数値が正しいかどうかをチェックするように、監視ステップを追加することも可能です。また、最終的に数量をゼロに変更することで、カートが空であるメッセージが表示されるかをチェックするステップも追加します。シナリオを実施後、記録処理を終了します。 このままでも監視を実施することが可能ですが、先ほど記録したプロセスが期待通りに稼働するか再生することが可能です。作成したシナリオを KS ファイルとして保存します。一旦 KS ファイルとして保存したら、NetIQ Web レコーダーを終了します。 ネット IQ アップマネージャー管理コンソールを起動します。そして、保存した KS ファイルを、ネット IQ アップマネージャーに登録します。WebRTKS タブに、今回の KS ファイルが登録されるので、その KS ファイルを、 WebRT モジュールがインストールされているサーバーに、ドラッグアンドドロップします。あとは、監視スケジュールの設定と、保存した監視ステップごとの指揮やデータ取得などを設定するだけです。処理が期待通りにいかない場合、例えば接続できない場合や、想定しているレスポンス時間を超える場合は、イベントが生成され、メール送信などのアクションを実施することが可能です。 ネット IQ アップマネージャーで既存システムを変更することなくユーザー視点の監視を組み込むことが可能です。ネット IQ アップマネージャーのウェブサイトで詳細情報をご覧ください。